ある偉い人がこんな言葉を残しています。浮気は文化だ。何言ってんだ。はい、ということでね、浮気された女というゲームをやっていきたいと思います。うん、なんかね、浮気をね見破るようなゲームなんだよね。彼とデートの帰り道に急な土砂降りの雨、ここから近い彼の家に寄り傘を借りることにした。汚いビニール傘しかないから恥ずかしいと彼は言っているが、彼の話は嘘。それがわかる部分は、はい、これを、一人暮らしサッカー部のキャプテンスニーカー好き、絶対こいつモテんじゃん、絶対浮気してるね。汚い傘しかない、あ、綺麗な傘あるじゃん、ここ浮気確定。なんで妹とかいるかもしんないじゃん。まだあの、それをね確定するのはおかしいと思うけど。発見、これが証拠だ。可愛い笑顔をした傘が刺さっていますね。ビニール傘しかないと言ったのは、この傘は誰の顔外国人じゃん。いや、まだわかんない。これだけだったらね、あの、まだ浮気と確定したわけではないから。問題2、彼は同棲をしている相手がいるかもしれない。おそらくその相手はブーツのような長い靴をよく履いている人の可能性が高い。私がそう思った理由は、え、あ、これだ、あの、ブーツの形を崩さないようにするやつ、ブーツフィルター、フィッター、ブーツフィッターって言うんだそれ。ブーツフィッターが置いてあります。常にブーツの形を整えておきたい。同棲している相手は一体誰だろうか。うん、なんだ、同棲してんのに家にあげたの彼を問い詰めると、ここには俺の靴しか置いてないから一人暮らしだと言い張る。彼の話が嘘だという証拠は、いや、わかんないよ、もしかしたらコスプレイヤーかもしんないじゃん。女装が大好きなのかもしんないじゃん。そういうとこは突っ込んであげないでおこうよ。証拠？なんだ？靴のサイズが違う。あ、そうだな。他のスニーカーより小さいスニーカーが置いてありますね。彼の足のサイズからして絶対彼のものではないです。うん、わかんないよ。常に、普段はね、でっかい靴履いてるのかもしんない。浮気相手は私がここに来る直前で彼の家にいた。でも私が来ることを知ってか、すれ違うようにこの家から出て行ったと思われる。さて、その根拠は。あれだね、なんか、なんだろう、浮気相手の、てか、浮気相手っていうかさ、自分が浮気相手だろうね、これ。本命はあっちでしょ。その証拠？急いで出てったから。うん。お！やば。いじめ？それ。3分間ミステリー。これちょっと面白そうだな。これ面白そうだな。まあいいや。ヒールの足跡が外に向かっていますね。私が来ると知って急いで逃げたのでしょう。なんで、ん？彼女はあれか、浮気って分かって同棲してんの？よく分かんないね。モテプヨな彼。あ、違う問題になったね。違う彼になった。お前も結構付き合ってんな、人と。初めての彼の家。部屋を見てみるとクローゼットが開いていた。あれ？でもそこにはどう考えても彼は来なさそうなものがある。着なさそうなものがある。それは何？え？着なさそうなもの？汚ねえな。これ？レースがいっぱいついたワンピースがかかってますね。彼ってそういう趣味なわけないか。いや、実はそういう趣味の人いっぱいいるから。さらに彼が履かなそうなものがある。それは何？ワンピースみたいな？違う。リトライ。何？着なさそうなもの？ここ？これ何？左上の棚に女性のカバー靴下がありますね。最近は男もよく履くといえ、さすがにこんなレースがついてるものを持っているのは怪しいよね。お姉かもしんないじゃん。それは私のよって言われるかもしんないじゃん。うん、彼は昔別れた元カノのものだと言っているが、それは嘘。最近までこの部屋でいろいろと彼のものを片付けたと思われる。その根拠は。ここが綺麗。ここだけ綺麗。そういうことだね。広告多いね。じゃあ、どうしようかな。次。彼はその浮気相手の女性にプレゼントをしようとしている。さて、それは何？プレゼント？プレゼント？プレゼント？なんだ？どこだ？お？あったあったあった、これだ。これ女性もののバッグみたいなもんなのかな。
これが証拠だ。高級ブランドの買い物バッグが置かれています。高級ブランドなの？普通のなんかねエコバッグだと思ってたんだけどリボンがついているということはこれからプレゼントするということであろう。うん。後で。久しぶりの彼とのドライブデート。先日君と温泉に行って帰りにガソリンスタンドに寄ってから今日初めて乗ったんだ。でも彼は嘘をついている。彼の話と矛盾しているのはどこだ。いや、お前も浮気してんだろこれ、この人数それか絶世の美女なのか。別れたら速攻彼氏作ってる派か。うん。乗ったのは嘘。口紅がついているコップがある。え、違うの？なんで乗ったか？何？ I love って書いてる？違うの？え、何？彼が嘘をついてる。なんで？メーターを見れってこと？あ、そういうこと？そんなとこ気づかねえわ。疑問に思いつつも車に乗り込み暖房をつけてもらった。考え事をしながら彼の外を眺めているとしばらくしてあるものを見つけてしまった。それは何？これでしょ？ I love でしょ。うん、これ絶対彼女もなんか疑ってるんじゃないのこっそり書いてるからね。窓ガラスにハートマークが浮かんできました。急に暖かくなったので窓ガラスに誰かが書いたマークが浮かんできたのでしょう。私が問い詰めると彼は実は昨日家の鍵を忘れてしまって寒い中鍵の業者さんが来るまで一人で車の中でコーヒーを飲みながら体も温めていたと言っている。それは本当？口紅がついている。ドリンクホルダーにリップのついたカップが置いてありますね。なので他の女性と二人でこの車に乗っていた可能性が高いです。うん、わかんないよ。普段メイクしてるかもしんないじゃん。普段ジェンダーレス男子みたいな感じで自分もリップしてるかもしんないじゃんそこはちょっと触れないでおこうよ。うーん、ちょっとこじつけ感がすごいな言い訳の今までの状況で彼の浮気はほぼ確定だ。しかも彼の浮気相手は小柄な女性であることまでは分かってしまった。その根拠は小柄？あ、座席がめっちゃ前に出てる。てか男もバカだよね。いや、実は妹がみたいなこと言えばいいじゃん。助手席のシートが前の方まで調整されています。そのままだとドリンクを取ったりするのが不便だったのか、自分の身長に合わせて調整したと思われます。しかし本当に小柄な女性ですね。でもそんなに前にする必要ないよね、助手席の人は。足、広々と伸ばせるから後ろにした方が良くない？この頃彼が、あ、また別の男だな。絶対主人公が浮気してんだろこれ。この頃彼が浮気しているのではと疑い始めた。もやもやしたままのでなのは嫌なので根拠を、証拠を見つけようと彼の家に押しかけると浮気相手はキャバ嬢であることが分かった。私がそう思った理由は、キャバ嬢？すげえ染みついてるけど怖くない？何これか、名刺だ。あれじゃないの単純にさ、キャバクラ通いが大好きなさ、人だけなんじゃないの？浮気っていうか。キャバクラの名刺が机の上に置いてありますね。わかりやすいほどピンクの色です。帰ってきてからは一人でテレビを見ながらタバコを吸っていたところだった。と彼は言っている。彼の話は本当かな？吸い殻に口紅がついている。ですね。うん、灰皿のリップについたタバコがありますね。浮気相手は化粧直しの最中で逃げたと思われ。その証拠は？根拠は？てかさ、その浮気相手毎回さ、主人公が浮気してることに対して寛容だよね。だって、今から浮気相手来るからちょっとどっか行ってくんねって言ってどっか行ってるってことでしょ？化粧を直した。パフが落ちてるね。あー、間違えた。間違えた。ファンデーション用のクッションがソファーの上に落ちています。化粧直しの最中で慌てて落としたのかな？コスプレイヤーかもしんないじゃん。何かあればコスプレイヤー。浮気相手は遠くまで逃げられなかった。さてどこにいる？遠くまで逃げる？隠れてんのかこれ。それは無理があるだろう。ベランダから逃げろよ。これが証拠だ。カーテンの後ろに女性の影が映っています。早く捕らえて懲らしめましょう。お化けかもしんないよ。これどっちかってとお化けに見えたわ。うん、1ヶ月ぶりに来た彼氏の家。掃除とは縁のない彼氏とはいえ、これはひどい。え？いや、ちょっと待って。彼の性格からしてここだけ綺麗なのはおかしい。さて、私が見てしまったおかしい部分とは、汚っ！
なんで付き合ってんの？なんで付き合ってんのお前。いつも水浴びだけで汚ね。いつも水浴びだけ。ここだけ綺麗なのはおかしい。これかな？違うの？これ女性用の、女性用っていうか顔洗うやつだよね。何？ここだけ綺麗なのはおかしい。あ、これか。トイレットペーパーが。違うの？そんなね、適当なやつだったら三角折りなんかしないだろうと思うけど、まあ、飛んじゃった。え？ここだけ綺麗なのはおかしい。鏡が綺麗。だって髪の毛セットするじゃん。髪の真ん中だけ綺麗ですね。いくら汚いトイレでも女性は常に鏡を見るものです。なので自分が見る部分だけ綺麗にしていた可能性が高いですね。ナルシストかもしんないじゃん。触れないでおこう。あ、間違えた。問題、私は常にショートカットで、彼は初めて会った時からそんな私の髪型に惚れたと言っていたのに、どうやら好きな女性のタイプが変わったっぽい。それが分かる部分はどこだ。髪の毛が落ちている。排水溝に長い髪の毛が絡まっていますね。私と彼の髪質は違うものが、絡まってる可能性があるので、彼の家の排水溝は要チェックですね。要チェックや。私がこんなに怒っているのに横で体をポリポリかいている彼。だからちゃんとシャワーをしなさいと言っても水だけ浴びて終わり。なのにそんな汚い彼が、持っていることは不思議なものがある。それは何？いや、別れろ。これでしょ？顔を洗うやつだよね。お肌にだけは気を使っているパターンとかもあるじゃん。また飛んじゃったよ。泡立てネットがありますね。水浴びしかしない人なのに泡立てネットがあるのはおかしいです。しかも色からして他の女性がシャワーを浴びた可能性があります。こんな汚いところで相当変わった趣味の女性かも。いや、おめえもだからな。浮気相手は私がここに来る直前まで彼の家にいたとしか思えない証拠がある。さて、その証拠は何？いつも家にいんな。いつも直前に家にいんな。何？なんか棚から出てる？違う。ここにいる直前まで彼の家にいた可能性がある。トイレットペーパー？あ、そういうことか。うん。でもわざわざね、三角折りにしてくれる彼女いいな。トイレットペーパーが三角折りになってますね。浮気相手が去った後に彼のトイレを使っていたなら気づいていたはずなのに、気づけていないということは割と直前までこの家にいたと言ってもいいでしょう。そういうとこだけ几帳面の可能性もあるよ。俺もね、三角折りにするの好きだからね、よくね、公衆トイレのね、トイレットペーパー最後ね、使った後とかはね、こう三角折りにして帰るよ。また別の彼氏だな。初めて彼の家、緊張のあまりトイレに駆け込んだ。トイレに入った瞬間、一人暮らしの男のトイレとは思えない香りが。香りの正体は、お、綺麗。一人暮らしチャラい。何？これか。ナプキンとか入れるやつ。違うの？トイレに入った瞬間、一人暮らしの、香りか。花だね。でも意外とさ、そういう花が好きな人もいるじゃん。言い訳ばっか。意外とそういう花とか好きな男がいるってもうおかしくないでしょ。男の味方ばっかするね、俺。鏡の方にお花が飾ってあります。普通の一人暮らしの男の家では消臭剤が多いとされていますが、花を飾っていることはまさに女性の影が見える瞬間。香りに誘われながらトイレに入った瞬間、私はふと彼がオカマではないかと疑ってしまった。さて、私が見たものは、え？何？オカマなのではないか？何？これか。違う。なんだ？ナプキン？違うよね。ああ。広告でめっちゃ飛んじゃうね。なんだろう？なんかある？なんかある？あ、つけまじゃない、つけまか。つけまつげがある。ゲジゲジかと思ったわ。便器につけまつげがついています。いや。でも彼は普段からそういうのは嫌いだと言っていたので、このつけまつげは彼のものではないと思われます。だとすると、
彼の家に他の女性が来ていたことは確実だ。しかもその女性はある日だったと思われ、それが分かる日は、これだね、ナプキン入れ。違うの？あの日ってそういうことじゃないの？でも一人暮らしのさ、家にさ、ナプキンのさ、あの捨てるやつがある時点でちょっと怪しいよね。あの日だったと思われます。それが分かるのはどこ？あの日だったと思われます？これ、あ、何これ、これは何？机に青いテープが落ちています。これはナプキンの手。分かるか、男が分かるか。ナプキンのテープとか知らねえし。彼はその女性とただなる関係であると思われる。なんかこの家にいるか、もしくは同棲している可能性がある。それは分かったのはナプキン入れでしょ。うん、そうだろうね。サニタリーボックスって言うんだ。また賢くなったね。サニタリーボックスは、常に女性の生理用品を捨てるための、置いてあるものなので、これが置いてある場合にはこの家に住んでいる、もしくはよく出入りする女性がいる可能性が高いですね。うん、これ最後にしようか。料理をねだる彼。付き合って2週間が経ち、初めて彼の家にご飯を作りに行った私。彼は今日私の料理が楽しみで昨日から何も食べていないと言っている。彼の話は本当？昨日から何も食べていないってやつは大体食べてるから。俺昨日から何も食べてないんだよね、だからお腹空いちゃってさっていうやつは大体食べてるから。俺の経験上。一人暮らし、甘えん坊、自炊しない彼なのに、何も食べていないと言っている。これただゴミ片付けてないだけじゃね。排水溝に割と最近捨てられたような生ゴミがあります。彼は私の料理が食べたくて可愛い嘘をついたのかな。そうだよ、きっと甘えん坊なんだもんね。彼に好きな料理を聞くと、和食が好き。うん、香辛料は全般的に苦手かも。君が作ってくれるものだったら何でも。彼に好きな料理を聞くと、和食が好き。香辛料は全般的に苦手かも。君が作って売れたものだったら何でも食べれる気がするんだけどね。と甘えてきている。でも彼の発言からしておかしいものがある。それは何？香辛料が好きじゃないって言ってるから、バジル？とかあるからね。これだよね、多分。これが証拠だ。バジルが置いてありますね。香辛料はあまり好きではないと言っていたのに、バジルが置かれているということは、他の女性に同じセリフで料理をねだっていたのかもしれません。なるほど。でも自炊しないんだもんね。いや、彼には料理できる女性が他にいるに違いない。その根拠は、その証拠、他にマグカップがある。違う、他にいるに違う。なんだ、キッチンタイマー。カップ麺作るときに使ってるかもしんないじゃん。キッチンに調理用のタイマーが置いてありますね。料理をしない人がまず持っているとおかしいので、これがあるとしたら他の女性がこの家に出入りしてることは間違いなしですね。だからカップ麺の可能性もあるじゃん。でもさ、今100均とかにこういうの売ってるけどさ、絶対買われなくなったよね。だって携帯でストップウォッチがあるんだもん。やっぱり彼は他の女性と浮気をしていると確信した。でも実は私が浮気相手かもしれない。そう思ってしまった理由は、マグカップが置いてある。だよね。だと思いました。ペアマグカップが置いてあります。私がこの家に来たのは初めてなので、私とカップルではない。とすれば、これは逆に私が浮気相手なのかもしれない。今までそうだったでしょ。あ、終わっちゃった。時間的にもちょうどいいし、このぐらいで終わろうかな。はい、ということで、浮気され女でした。ここまでやって思ったことはね、男とっかいひっかいしすぎだろ。